リースポイントなんです。でリリースポイントをいかに投げたいところに一定して同じ場所で投げやすくなる。10メートルからストライクできる。距離が短いんで狙いやすく楽にしたい自分も。どうもトゥーベースボールのマナブです。今回はバッティングセンターに来てます。で先ほどねバッティング練習がてらちょっと発行してですね、今回は、ストラックアウトをやっていこうかと思います。でその中でね僕がコントロールです、制球力ですねで気をつけていることをちょっとお伝えしながらストラックアウトをしていこうかと思いますので、僕が何枚取れるかとか、そういったことを楽しみながら、その制球力について見ていただけると嬉しいです。ではご覧ください。ちょっと今バッテガテラなんでちょっと軽くやります。1ゲーム目ですね。軽くちょっと投げていきます。3枚取りました。気をつけてることは、一番最初なんで素晴らしい体重の準備をします。今4枚目です。で僕がコントロールで気をつけてることは、例えば狙いたい数字を狙うだけじゃなくて、その付近をぐらいを狙う。よし、じゃあ今軽く投げてアップ終わったので、次からちょっとパーフェクト出るまでやっていこうかと思います。パーフェクト終わりました。今日ちょっと暑くて汗いっぱいかいちゃったんでちょっと疲れたんですけど、パーフェクトやりました。はい、ちゃんと、証明書として、パーフェクトピッチやってきました。はい、6ゲームカード3枚もらいました。はい、先ほどねストラックアウトを見ていただいて、これから僕がコントロールを良くするために取り入れていた練習方法があるので、それをねいくつか皆さんにご紹介していきたいと思います。でまずはコントロールで一番大事なことっていうのはリリースポイントなんですよ。でリリースポイントをいかに投げたいところに向かって離せるかが大事で、そのためにはリズム感が大事です。で僕は右利きなので左足を上げて左足を踏み込む、そういう形になると思うんですけど、この踏み込むと同時にボールを投げるという意識をねしながらキャッチボールをするとコントロールが良くなってきます。例えば前に突っ込んでしまう選手ほど低めに投げやすい、こういうこと。踏み込んで時間が長ければ長いほど前に突っ込んでしまう時間があるので、これを踏み込むと同時に投げると一定して同じ場所で投げやすくなる。本当はバウンドに上がって思いっきり投げようとすると、踏み込んだと同時にボールを投げるというのは正直難しいんですけど、今はあくまでも練習方法の勝負、意識づけです。キャッチボールするときに相手に向かって投げると思うんですけど、その際にコントロールを良くするしたいのであれば着地と同時に投げるぐらいにしてボールを投げてあげるとコントロールが良くなったりします。踏み込んでから時間があればあるほど前に突っ込みやすくなるのでコントロールが乱れる、リリースポイントがバラバラになってしまうので乱れる。どちらも大体同じ場所で投げれるようになるので、コントロールにつながること。でこれはですね、急速アップにもつながります。というのは踏み込むと同時に投げるというのはストップ
をかけるということになりますね、左足なので、ストップ、ブレーキをかけることによって腕が加速するので、まあ、そちらの方にもつながるので、まあ、最初の、まあ、キャッチボールして肩作りの時に、まあ、思いっきり全力投球する前の本当に最初のキャッチボールの段階で最初1割とか2割とか3割ぐらい投げると思うんですけど、そのぐらいの時にその着地と同時に投げる、着地と同時に投げるっていう意識を持ってやるだけでも最初の、ね、キャッチボールの質が上がります。で、次の練習方法、まあ、ちょっと今はこの、まあ、鳥かごっていうんですかね、ちょっと距離が狭いんですけど、普通のマウンドっていうのは、まあ、ホーム、まあ、キャッチャーまで 18.44m あると思うんですけど、その 18.44m でピッチングしなくてもいいんですよ。というのは近い距離からストライクを取れるようにするっていう練習があります。というのは別に思いっきり投げなくていい、 10m にまず 10m からストライク取れるようにする、距離を取ってキャッチャーから 10m ほどのところに、まあ、線でもいいんで引いてあげて、でキャッチャーに座ってもらって軽く投げてストライクを取るようにする。でそれで大体ストライク取れるようになってきたら次 12m にする。でそれでまたストライク取れるようになってきたら 14m、 16m で最終的には 18.44m でストライクを取れるようにするという、まあ、近い距離にして簡単な距離からストライクを取れるようにしていくという段階を踏んでいってあげれば、ストライクというのは、まあ、コントロールが良くなっていくという練習方法もあります。これはですね、まあ、初心者の方だったり、まあ、草野球をやっていてコントロールに悩まれている方、または少年野球ですね、とか中学生、本当に、まあ、コントロールに悩んでいる選手であればみんなやるべきことかなと思います。常に 18.44 で全力でボールを投げようとしてしまうから体が開いたりだとか意識したいことができなくなってくるんです。軽くやってあげることによって意識したいことだったり、まあ、距離が短いんで狙いやすくなる、楽にしてあげる、自分を楽にしてあげて、その楽な状態からストライクを取れるようにして、その底上げをしてあげることによってストライクが、まあ、取りやすくなるという練習方法があるので、皆さんもぜひ取り入れてみてください。まあ、これでね、まあ、最初の方に、まあ、ストラックアウトを僕が、まあ、パーフェクトピッチやったと思うんですけど、まあ、ちょっとでもね、信用してもらいたいなということで先にストラックアウトをやって、まあ、お見せしました。でこのようなね、まあ、トレーニングだったり練習方法、野球のパフォーマンスにつながるですね、動画を随時配信していきたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。